こんにちは、じゅんちゃんです。どうもこんにちは。本日はですね、本当に不思議なんだけれども、これをするだけでものすごくね、いいことっていうものが頻発するようになる、一つの習慣っていうものを皆さんにはね、お伝えしておこうと思います。サムネイルには秘密の習慣っていうふうに書かせていただいているんですけれども、まあ秘密にしていたというよりは、今までちょっとこのお話は具体的にしてこなかったかなっていう部分だったんで、そのようにサムネイルには書かせていただいているんですが、今からお伝えするそのお話っていうものを実践していただくと、自分の魂が本当にちょっと震えながらこう喜ぶような感覚があったりだとか、自分の心の奥底に重くなんか足かせみたいになってたような、その重いエネルギーっていうのがポーンとこう抜けていくような感じがあって、その状態が作れるとやっぱり自分の波動がこうかなりね、上がってくる、気も軽くなるっていう状態が作れるようになるんで、いわゆる自分自身のその感情としては嬉しいなとか、ありがたいなとか、本当に楽しいなって思うような、そういう風なね、出来事が頻発するようになるよっていうお話をさせていただきます。いつも通りね、このチャンネルっていうものでは目に見えない力を使って、宇宙の法則っていうところの中のね、波動の法則や引き寄せの法則っていうものを駆使しながら、自分の作りたい現実を作っていこうっていうね、お話をさせていただいているので、まあそのようなね、お話に興味がある方はぜひチャンネル登録をしておいてください。で、早速ね、ここからその本題に入らせていただこうと思うんですけれども、それっていうのは一体何かっていうと、自分自身が人から言われて嫌な言葉ってあると思うんですね。人から言われて嫌な言葉っていうのを、実は自分が自分に一番かけてるっていう状態って、人間誰しもが陥りやすいものだったりとかするんですよ。自分自身が人から言われて嫌だなって感じるその言葉っていうのを、まずはかけないっていうことに努めてみてもらいたいんだけど、それよりもかなり大切になってくるのが、そうやって自分自身が自分にね、ひどい言葉をかけてるっていうことに気づいたら、ちゃんと謝ってあげるっていうところまで、日頃から丁寧に丁寧にやってあげてほしいっていうお話なんです。人から言われて嫌な言葉って今本当いろんなシーンであるとは思うんですけれども、でもそれ本当にね、自分でも完全無意識のうちに自分に言っちゃってることって結構あるんですよ。例えばの話なんですけど、ウィンドウショッピングに行きましたと。で、お洋服を見に行った時に、あの洋服可愛いなって自分が思ったとしますよね。で、その時に、その瞬間に、あの洋服可愛いって思った瞬間に、外側にいる人から、いや、あなたねって、いい年なんだから、あんなデザインの可愛い洋服似合うわけないじゃないって言われたら、めっちゃカッチンってくると思うんですよね。カッチンって来なくても、イラッとするっていうことが起きなくても、ものすごく落ち込んじゃったりだとか、そんな言葉かけられたら相当ショックだと思うんですよ。でもそれを自分に言ってるっていうことはよく起きてるんです。自分自身が外側の人に言われたら分かるはずなのに、自分自身が自分自身に、あの洋服かわいいなって思った瞬間に、すぐに試着をするとか、自分自身着せてあげるっていうことをやってあげたらいいだけなのに、まあ、私も昔そうだったからよく分かるんですけど、可愛らしい感じのデザインのものであって、華やかなあんなデザインのもの私が着ても似合わないよなっていうような言葉を自分にかけちゃうっていうことをやっぱりやっちゃうってこと結構あるんですね。で、そしてこれは自分たちでも気づかない間にものすごく深い傷になってるの。こういうことが実は起きているから、ちゃんとその後に謝ってあげてほしいんです。自分が言っちゃったって思ったら、ごめんねって、そういう意味じゃないよっていうことをちゃんと自分が自分に言ってあげる。あなたという存在はとっても素晴らしい存在だってちゃんと自分でも理解してるんだけど、今まで長い間パンツルックで生きてきましたから、あのようなワンピースっていうのをなかなか着た経験がないからちょっと言っちゃっただけだけど、そういう風な洋服を可愛いって思ったら着ようねっていうような仲直りをするような言葉をかけてあげたりとかしながら、ちゃんと謝ってあげてほしいんですね。だからこういう話だけじゃなくって、例えばじゃあ自分自身が次はこういう職に就きたいなって思うとか、まあ何でもいいんですよ。なんか歌手になりたいとか、こういう風なプロスポーツ選手になりたいとか、何か自分自身がその生業として生きていくお仕事っていうものが
こういう風になったら嬉しいなっていう風に自分が想像しているっていう時に、外側にいる人からいやあんたそんなんできるわけないじゃんってパンって言われたらめっちゃショックじゃないですか。ものすごい悲しいと思うんですね。その言葉がもうここら辺に響いちゃってちょっと泣くみたいなことっていうのも起きると思うし、もしかしたら本当に私はもう無理なのかもしれないなって思っちゃったりとかして相当傷つくと思うんですよ。で、そうやって外側にいる人から言われたらわかるのに、実はその言葉を自分が自分に言っちゃってるんです。自分の心っていうものを誰よりも自分が傷つけて、そして自分のこの心が本当に疲弊していくっていうことがこう無意識の間に起きちゃったりとかするんですね。だからぜひ日々ね、丁寧に自分自身がこういう未来が作れたらいいなとか、こういう風に生きていけたらいいなとか、来週にはこういう風な景色を見てみたいとか、来月や来年にはこういう景色が見てみたいって、お一人お一人でそういう自分の理想の未来っていうものがあると思うんですけど、それっていうものを周りの人から否定されたら絶対悲しいはずなのに、誰よりも辛辣な言葉を自分がかけてっていうことってよく起きるんですね。だからそれに気づいたらちゃんと謝ってあげるっていうところまで皆さんはぜひやってみてください。それをやるだけで本当にね、自分が本気で自分の内側にごめんねって、そういう意味で言ったんじゃないんだって、ちょっと自分の思考癖でネガティブに言葉をかけちゃってるだけで、別にあなたの存在を否定したいわけじゃないんだよっていうことを本気でちゃんと言ってあげることができると、本当に魂がね震えてこう喜ぶような感じ、もうなんていうかな、ボロッボロ自分が泣いちゃったりとかもするし、仲直りをしていくっていう作業をすると本当にね、自分の心が温まっていく感じっていうのかな、何なのかがわからないんだけど、長年ずっと重くのしかかっていた なんかわかんないモヤモヤっていうものがある日突然ポンと抜けたりとかして、すごい自分のね気持ちが晴れやかになる、自分の波動が一気にこう上がるっていうのかな、その状態になることによって自分自身が作りたい現実が作られやすくなったりだとか、本当に謎のわー嬉しいなって思うような出来事がポンポンポンとねこう作られたりとかしてくるんで、だからぜひ皆さんはまずは自分自身が自分自身に無意識の間にかなり辛辣な言葉をかけちゃってるっていうことは日常で結構起きやすいんだってことは知っといてもらいたいんですね。そしてそれがあったなっていうことに気づいたらすぐに謝るっていうところまでやってあげてください。結構謝らないまんまにしちゃう人が多いんですね。確かに言ってたなっていうところまでは自分で気づくんだけど、その後のちゃんと適切なその対処っていうものをしないで、この心の奥底に深い傷っていうものがこう蓄積していくような、なんていうか海が溜まっていくような感じになって、なんか知んないけどモヤモヤするっていう状態で生きちゃうっていうことをねされる方がいらっしゃるんで、謝るまでやるっていうこと、そこまでぜひやってみてください。日常でちょっと嫌なことがあったりだとか、何かうまくいかないなって思うことがあったり、あとは周りにいらっしゃる方がすごくうまくいってるっていう状況とか見ると、なんか自分が気づかない間に、なんで私はっていうような言葉を自分にかけちゃったりとか、どうせ私なんてみたいな言葉をかけちゃうっていうこと起きて自然だと思うんですけど、でもそれにハッて気づいたら、あ、ごめんってちゃんと自分に言ってあげてください。ちゃんと自分が自分にごめんね、あなたのこと否定したいわけじゃないんだよっていうことを言ってあげると、ちゃんとその内側の自分もちっちゃい純ちゃんとかもちひゃーって言いながらも謝るとちゃんとちひゃーって言った後になんか分かったよみたいな感じでちゃんと仲直りできるようになるんで本当にそれがあるだけでね、全然自分の常日頃からこう放っているこの波動っていうもの、この周波数振動数っていうのは全然変わっちゃうから、自分に辛辣な言葉をなるべくかけないっていうのがベストなんだけど、かけちゃうことがあって自然だとは思うんで、その時にはちゃんと謝るっていうところまでやるっていうことをやると、本当にね素敵な現実が作られるし、面白い、わこんなこと起きるんだっていうような、ラッキーって感じるような、そういう出来事が本当頻発するんで、ぜひそこはね皆さんをやってみてください。じゃあそんな感じで本日ねお伝えしたいお話は以上となります。こういう目に見えない力を使って現実創造していく引き寄せのお話とかね、そういうお話がお好きな方はぜひチャンネルね登録しておいてください。じゃあまた何かお伝えしたいことがあったら動画アップさせていただきます。ではまた失礼します。